そして前足を有効に使います。そして蹴ります。前足のすり足が一つのポイントです。回し蹴りもしっかり前足を有効に使って蹴ってください。相手を置いて行います。はい、はい、次回し蹴りに参ります。あ、はい、次に横蹴りを説明します。横蹴りの時のまず一つは抱え込みですが、抱え込みはできるだけ身近に抱え込んでください。次に引き足です。抱え込んだ足首、
帰ってきたら必ず同じ形に戻すようにしてください。引き足を取りながら、そして下ろします。じっとしてて。蹴る形としては軸足と蹴り足が一体となって一本線になった状態で、蹴込むという、そういう感じで技を使うと理想な蹴込みができると思います。Thank you.